パン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 。ちゃん後ろに来ないでね。後ろに来ないでね、おばちゃん危ないから。もうちょっと行けるか。当たるまでオッケーとか言えないからね。しょう。車の中見る？車の中すごいことになってんの見て、車の中ほら寝袋が冬用のやつをね一つ、そしてあの奥にも一つね、これがマイナス30度までいけるやつで、この奥がマイナス、これがマイナス15度までいけるやつね。これをね、もうあげるの。あの、明日コラボする子にね。これも。冬用持ってないっていうから。で、これが昨日もらったボックスね。昨日もらったボックス。それこれ、あの、あれが入ってるね。で、これは、あの、寒い時の体幹のやつね。体幹の靴ね。うん。マイナス3だからでかいし、布団並みなんですよ。これブワーって広がるからね。これね、あの大人2人分の大きさになる。でこれいつも積んでる工具で、これクッションね、クッション、もうとんでもないことになってるでしょ。これうわやばいプレートナンバーバレたでこれが K チャンネルね、 K チャンネルで、これがあの低山放送哲夫さんのあれステッカーで、これ正上ちゃんのステッカーで、これがね睦崎浜オートキャンプ用のシールで、これスノーピークのシールで、これがね旅暮らしのさんのシールで、これがコンチムワさんのシールかな。川流れてるほら。めっちゃ流れてる。あそこにね、ほら。二王さんいてる、ほら。雲像。雲像、口つぶってね、雲像だから。雲像。加古川結構来るじゃん、加古川よく来るじゃん。加古川っていう町もあるんだけどね。さっき言ったのがいい、これね。こことかこの間行ったよね、これ。ここまだ行ってない、このキャンプ場まだ行ってない。これね、恐竜化石発見地までも行ったし、丹波硫化工房も行ったし、川城公園も行ったから、うん、
あの下の3つ行ってないね。ね、ちょっと降りれるようになってたけど、もう降りれなくなってるのね、これね。降りれなくなってる。こうなんかあのあっこは崩れてきてるからもう行けないみたいに。うん。でここ団地トイレね。団地トイレとあのあれね、あのこのアコーディオン。今ね、こっからずーっとこれを下ってきてんの、このずーっと今ここで、これ黒田官兵衛みたいなとこね。で、西脇を通って、滝野を通って、小野市を通って、三木市を通って、三木はよくあの、道の駅通るとこね。で、ずーっと行って、行くのはここここね、ここにこの大蔵のとこ行ってます、大蔵で、ここに大蔵海岸がある。大蔵海岸で、あの明石海峡大橋がある。明石海峡大橋があるんで、ない、橋がないぞ、どこだこんな感じ。今現在ここだ、3分の1来たかな。丹波栗もめっちゃ有名。丹波栗も一個ね、何本だったっけ、あの5000円とかするやつある。黒以上がね、ちょっとスパチャもらったんで、ちょっと買うね。スマッチャもらったんで、あったかいコーヒー買います。110、100、これかな、リッチな味わい。現金がね、15,000円、小銭入れての15,000円だからね、貴重なんですね、実は。モバイル払いで行くやつは、どんどんモバイル払いで行こうかなと思ってます。見えてる。はいよ。丹波栗。ほら。あるぞ。ようこそ三男町へ。あぞです。雲とこの象のこれがいいよね、これ。
いただきます。いただきます。とかね、ヒゲ剃っていくの忘れた。ヒゲ剃っていくの忘れた。コーヒーこぼして手がベトベト。あのすごいちっちゃいパーキングエリアなんで、ちょっとね入りにくいと思います。すごく入りにくいと思います。自動販売機は、4つありますね。こんにちは。ありがとうございます。寄り道男にはもってこいの寄り道の旅。これはあのこちらから南行きね、たまにあのあれだけどちょっとね入りにくいですね、反対側車線からは。簡易パーキング、簡易パーキング、ちょっと トイレ行くんでね。すごい荷物、今頃荷物のとこだね。これすごいのよ、見てもらったら分かるけど、すごいことになってるから、助手席側も。ほら全部入ってるよ、全部。これテントね。でこれあのあれですね、下にあるやつ、この中にいろいろね、あの焚き火のセットが入ってるの。これがテントね、パップテントで、これがカタールで、これがクーラー。パンパンよ、パンパン。ちょっとこれはここに入れときますね、より道。ちょっと今フォローできないんで、後でやっぱりじっくり夜とかに見ます。で待ってよ、トイレ行ってきますね。トイレ行ってきますね。トイレ音聞かしたらバンなるんで。
ただいま。結構これがプレッシャーなんですよね。これがプレッシャーになるから、この横に入れようかな。今何してるかっていうと、これをぺちゃんこにして後ろに入れようっていう作戦ね。ぺちゃんこ、ぺちゃんこにならない。でかすぎてぺちゃんこにならないわ。やばい。ここに入れるか。ごめんね、横のプレッシャーに負けてぺちゃんこなんねんだよね。困ったな。ちょっと考えようか。考えますか。これを下に、これをこの下に、これをかける。それで、これをこのスライドさせることができる。そしてこれを、ここに持っていく。で、これをちょっと落として、ここに入れることができる。できた。ここに置けばいいか。置けばいいか。で、見えるか。ああ、ちょっとこう見えにくくなったな。で、こうだ。これでいけるね。ちょっと後ろがね、ちょっと若干これで後ろが見にくくなったのは事実だな。こうしようか。こうすればいいか。見えるね、後ろ。最悪ここにぶっ込んだらこれはいけるか、うん、まだ隙間がね結構あんだ、あっちこっちに。なんかこう詰めていったらおそらくいけるね。で、うるさいから隣の隣の、さっきより崩れにくくなった。さっきより崩れにくくなった。これ、あの視聴者さんがいただいたやつ、カップ麺ね、持ってきてます。ティッシュも持ってきてます。視聴者さんがいただいたやつ、ちょっとお腹減り組だからこれ食べよう。これ食べる。
除菌ティッシュ、除菌、除菌。食べれば減る食べれば減るというやつね。ここから出ることもないから、これもここ置いとこう。それではいただきます。今日のお昼はとんがりコーン。ルカさんいらっしゃい。いただいた味塩コショウこの中に入れておきます。今日はね、焼き鳥か何かにこれをかけようかなと思ってて、昼休みだからね、パーキングに入ってくる。すごい埃、見えない俺には見えない。とんがりコーン、今日はね、書いとかないとね。今日は10時40分出発、11時、40分三男パーキング、お昼コーヒー、なんだったっけ、コーヒーととんがりコーン、
何食べたとか、どこでどれぐらい時間食べたとか、あの次の旅の時に参考になるでしょ。いらっしゃい、ハルちゃん。空気圧2にした。空気圧 1.5 まで下がってたから、びっくりした。空気圧2にした。オービーナンバー多いね、やっぱりね。昨日の、ほら、うどん、うどんかな？
ラーメンか何も食べてないのに、見て余った。コーヒー飲んだからかな、余ったよ。これはいい傾向だね。うん、こうやって蓋してできるからまた後で食べれる。ここに置いとこう。で、ウェッティで拭く、ウェッティで拭く男。ごちそうさまでした。ありがとうございます、いただいた方本当ね、ありがとう、感謝してます。いつもね、あの応援ありがとうございます。それではですね、行きましょうか。行くっていうか、視界が悪くなったからやっぱりこう入れ替えるね。これここに置いちゃいけないやつだわ。ここに入れるわよ。これだとね、あの後ろの視界が若干マシなの。パーキングに入ってくる人が増えてくるから移動しますね。みんなお昼取ると思うんで、よそ者はさっさと撤収です。レッツゴー。